ヤリクリは、フィンランドヘルシンキ生まれの元アイスホッケー選手。母国フィンランドのほか NHL、イタリアでプレーした。NHL におけるポジションは、右ウィングで2001年に、フィンランド人としては、初のホッケーの殿堂入りを果たしている。1980年代 NHL のいわゆる、エドモントン・ウォイラーズ王朝を支えた一員として、決して派手ではないが、 柔らかいパックさばきで攻守に堅実さを見せ、ヨーロッパ出身アイスホッケー選手の良き目標となるプレイヤーとの評価がある。やりくりは幼い頃からヘルシンキのジョーカーイとヘルシンキホッケークラブに所属し、将来のエリートリーグやオリンピックのナショナルチームでの活躍を夢見ていた。長じでエリートリーグジョーカーイとのシニアクラブに転じ、幼い頃の夢の一つを叶えた。 1978年にはヨーロッパのジュニア選手権大会、旧ソビエト連邦との決勝戦において、フィンランドの金メダル獲得を決めた決勝ゴールを放った。やりくりは1980年の NHL ドラフトにおいて、エドモントンオイラーズに第3位、全体では第69位で指名される。あまり英語が達者ではなく、北米への移転には戸惑いもあったようであるが、 他のフィンランド出身選手の勧めもあって、2年間だけはカナダでプレーしようと、オイラーズへの加入を決意した。オイラーズでは、1980から1981シーズンから1989から1990シーズンまでプレーした。1990から1991シーズンは、イタリアのチーム、HC ミラのサイマに所属し、 わずか30試合で75ポイントの活躍を見せた。その後再び NHL に復帰し1991から1992シーズンから1995から1996シーズンまでは、ロサンゼルスキングスに在籍し、ウェイン・グレツキーとのラインを復活させ、特に1992から1993シーズンでは、コンビはチームを、 初のスタンレーカップ決勝に導くが、在籍期間の後半には、怪我にも悩まされた。1995から1996、シーズン終盤の1996年3月14日のトレードで、ニューヨークレンジャーズに移籍し14試合に出場した。1996から1997、シーズンは、フリーエージェントでマイティダックス・オブ・アナハイムと契約しし、 ヨーロッパの後輩たちの良き指導者となり、そして現役最後の1997から1998シーズンは1997年9月15日にコロラドアバランチとフリーエージェント契約を行い NHL601 ゴールの記録を達成した。やりくりはオイラーズ時代にスタンレーカップに合計5度の優勝を経験している。 彼のベストシーズンは135ポイントを上げた1984から1985シーズンと言われる。また、その翌シーズンにはリーグトップの68ゴールを上げている。彼の活躍はオイラーズ王朝時代のラインメイトであるセンター、グレートワンと呼ばれたグレツキーのアシストに追うところも大きいと言われる。実際、グレツキーは通算シーズンを やりくりと共にプレーし、その生涯ゴール数の約60%についてアシストを行ったとされる。やりくりはポジションが右ウィングであったことから、文字通りグレツキーの右腕などと呼ばれたこともある。このため、1988年にグレツキーがロサンゼルスキングスに移籍したとき、やりくりは今後凡庸な成績しか残せないのではないかと危ぶむ声もあった。しかし、 その後、オイラーッツでの2年間で変わることなく好成績を残し、自身が卓抜した選手であったことを証明してみせた。クリが1985年のプレーオフで上げた19ゴールは、1976年プレーオフでフィラデルフィアフライヤーズのレジー・リーチが16試合で上げたゴール数と並んで、2005年時点で NHL 最多記録となっている。また、 カンファランス決勝における3度のハットトリックもまた2005年時点での NHL 最多記録である。生涯獲得ポイント数1398は NHL 歴代17位、ヨーロッパ選手としては最高の記録であり、またゴール数601は歴代14位である。 エドモントンオイラーズ在籍中のポイント数1043は、クレツキーの1669に次ぐチーム史上2位で、ある。フィンランドのアイスホッケーリーグ SM リーガには、彼の名前にちなんで、やりくり賞が設けられ、プレーオフの最優秀選手に授与される。ありがとうございます。